top of every load! かっけー You better get a fuck up! めっちゃいい。この番組はこのスポンサーでしょうなプロプレスボース。よっしゃーよっしゃー行くぜ。はい、皆さんどうも、マイスクリーム講師のデスノニー様、ほんと今日もパスコードの有馬恵美さんを迎えしております。ありがとうございます。ありがとうございます。有馬恵美さんといったら、たくさんのスクリームを出すことに定評があるじゃないですか。いっぱいね、あるじゃないですか、引き出しが。今日は一体どれぐらい実際出せるんやっていうところを徹底検証していきたいと思います。やったー。いろんな種類のシャウトをとにかくされる印象があるので、はい、それをもう一旦片っ端から洗いざらい見てこうじゃないかっていう。やっぱりあれなんですか、日々研究とかしたりとかされてるんですか、いろいろ出そうと思って。そうですね、一応研究は怠らないようにしてて、自分がその好きなボーカリストのボーカルを聞いて、この人はこういうとこでアタックをつけるんだとか、なんかこのリズムの中で逆にシャウトのフローは3連符なんだとか、いろいろあるじゃないですか。あります。そういうのを聞いて研究とかは。すげえ。ちょっとその引き出しをですね、はい、今日全部引き出していただこうかなと思っておりますので、はい、一体どれぐらいの種類のシャウトが実際飛び出すのか、ぜひ最後まで皆さんご覧ください。実際どれぐらいいけるっぽいですか。数えたことないと思うんですけど、実際何種類、まあね、分け方によるでしょうけどね。大きく分けなくていいんですもんね。もちろんザルだったら多分20とか。すげえ、いっちゃうと思いますね。なるほど、はい、20はやばいな。やっぱ曲によって使い分けたりとかしていくと、はいはいはい、どん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 増えちゃって着ないけど買った服みたいな感じ。そうですねじゃあまずロー系から。ロー系からいきます。イエー。1つ目。はい、1つ目。低い方からいくんですけど、はい、あの発音を潰した感じのロー。なるほど。がございます。はいはいはい、いきますね。ぜひ。ブーやばすぎ。これは1個目からやばすぎ。パスコードでもこうテンポが落ちる時とかに使いやすいんですけど、はい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 、聞きます、まあ、聞きますよく。あのカーニバルコープスとか。はい、コアだな。はい、始祖ですね。そう、始祖なんですけど。始祖ですね。はい、は結構こういう発音を潰してこううーっていう、ブイ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 っていう、はいはい、のです。それ系ですね。それ系、あの歌詞ない系です。歌詞ない系オッケー。1、歌詞あるけど無視系。そうですね。1、まず1、まず1。2が、はい、ちょっと鋭くなる。さっきは、うん、こうドブにこう潜っていくような感じですけど、ごぼごぼでしたわ。ごぼごぼじゃなくて、うん、鋭い。はい。確かに確かに確かに抜けてますね、もうちょっと。そう、そうなんですよ。ドブをスンって泳ぐみたいなちょっと綺麗になったっすね。そうです。独特なんだよなドブがベースなんですね。ドブがベースです。例えとしてはローはあのドブですローはドブがベースで、次が、あの、はい、地声でアタックをちょっとお箱な気がする。そうですね、あのよく私からも聞く方いますと思いますし、思います、思います。あの、うんうん、そういうことができるシャウト、ボーカルがやっぱり上手な、流行ってるスキルがあるとされて、されがち、今されがちなんでまあ私もその波に乗っかろうと、はい、やりますね。ぜひ。ゾウー。なるほど。まあクリスタルレイクとか。そうですね。そうですね。頭に地声乗せる系ですよね。うん。ルーみたいなね。エンバードラドゥバー。すげえ。すげえ。めっちゃいい。これがじゃあ地声系ですね。地声をアタックでつける。すごい。これはよくライブで使いますよね。ライブでよく使いますね。ライブかっこいいですねこれ。次が息多め。はいはいはい。低いので、まあブラックメタルとかでよく使えるんですけど。はい。まあ。ふぅーしゃべればしゃべればふぅー。なるほど。ありますもんね。あります。なんか空気感がそうふわふわふわって出せるやつ。地声系。地声系。地声系は、はい、あれ、さっきのとは多分違うんですよね。さっきのが地声アタックから。そう、地声でアタックをつけるクリスタルレンク系と、はい、普通に地声を入れる系。なるほど。いきますね。ぜひ。おぉ、バリバリだっていう。バリバリだ。最近パスコードのライブでやってるやつだと、はい、My no good! You fucking know face! はい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 。なるほど。で、地声をなくすと、はい、My no good!
になるんで。なるほど。うん。ここの違いなんだ。ドブに一気になるんですね。ドブになるか地声になるか。その二択なんですね。はい、二択です。究極だな。究極だな。なるほどですね。はい。で、うんうん、まあ最後はガテラルになるんですけど。はい、はいはい。ローのラストですね。ローのラストです。はい。レッツ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 バイオン。バイオンですね。バイオンです。あの、低いけど、うん、バイオンが鳴ってるから、その高低差でエグく聞こえるパターンのやつ。そうです、そうです。あの、波形にするとめっちゃノリみたいになる。あ、そうですよね。こうなるやつ、ね。こうなるやつ。って感じがローですか？って感じがローで。はい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 。え、次がミドル？ミドルか。中域か。はい。まあ、中域よくやってるんですけど。やってますよね。なんか一番メインな気がします。そう、まあ、フレーバーオブブルーとかが、バッキンアップレベルローかっけーっていう。あれかっこいいですよね。かっこいいですよね。めちゃめちゃかっこいい。そうなんですよ。ほんで、はい、まあ、今のパキナパリビンローは、ちょっと頭文字にアタックをつけてるんですよ。はいはいはい。さっきもお話に出てた。さっきもちょっと出たやつですね。それの中域バージョン。なるほど。ちょっと意識変わりますもんね。はい。中域の方が、もうちょっとその地声からのつながり良くないですか？うん。つなげやすいですよね。つなげやすいです。そうそうそう。2個目が、ちょっと鋭利になります。鋭いやつ。鋭いやつ。はい。同じフレーズでやると。おいおいおい。バケナパデビンロー確かに。確かに確かに。鋭利になるんです。ちょっと上の響き拾いましたね。そうですね。はいはいはい。響き持ち上げる感じだ。合ってます、僕の解釈。いや、合ってます。合ってますよね。さすがです。ちょっとジャリジャリしさせることによって、うんうん、もうちょっときらびやかな成分を足したような感じですよね。そうです。なるほど。で、息多めのやつだと、おい。バキナパデビンロー I keep on moving now! はいはいはい、はい、はい。これはこれでいいっすね。これはこれでいいんですよ。優しいっすわ。優しいし。おかゆみたい。なんだろう、はい、こう、アウトロとかで使いやすそうですよね。こう終われそうな。Let's go to the sky! みたいな。よい。空に行こうみたいな。包み込んでくれる。そう。優しいわ。うん、じゃあさっきの、うん、あの、息多めだったやつに、はいはいはい、はい、地声を足すとちょっと硬くなるんですけど、はいはいはい、はい。っていうのが4つ目です。あ、はい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 。はい。バケナパデビンロー Oh keep on moving now 太いんですよ。太いこっち入れるような感じですね。そうですね。逆に下入れるような感じで地声ずり上げやりますね。はい、ディスコネテンボーイ。はいはい、こういくやつだ。こういくやつ、うわーのやつだ。そう、はいはいはい、これもね、トレンドなんで、はい、トレンドですね。これエモくなりますよね。そう、めっちゃっていうミドルがゴツゴツ。ゴツ。ゴツです。次、ハイですか？そうですね。高いやつ。ハイはまあ、普通に、はい、うわー普通、これ普通のやつなんですね。普通です。太いっすね、なんか。ベースが結構太いっすね。そうですね、そうかも。そうかも。なるほど、なるほど。これがじゃあ通常のハイ。通常のハイで、はいはいはい、次がちょっと聞きづらい音楽に使うと、はい。かっけえやつ。はい。怖いハイ。怖いやつ。はい。はい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 、ちょっとこうよりつんざきますよね。魔法ありがとうございますっていう。嬉しいです、ありがとうございます。なんかちょっとこうデスコア感のある、うん、そう、デスコア感あるやつ。キャーキャー感が、キャーキャー感が増しましたよね。増し増しで上に結構持ち上げる感じですね。そうですね。次が、はい、まあちょっと息も多めつつ、はい、なるほど。ホルモンの大輔さんとかに近いのかな、はいはい、なるほど。大輔ハン、大輔ハンさん、大好きハンさんに近いんだと思うんですけど。はい。うわー、はい。はい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 。なるほど。バブサクゲゴー。お、なるほど。裏声が抜けてるけど、ちょっとこうなんかこっちも入ってるみたいな感じの。そうです。やつですね。じゃあ、うん、4つ目が、はい、まあさっきのミドルでもやったやつで、はい、地声からずり上げて、うん、はい。なるほど。いきますね。はい。You better get a fuck out! めっちゃいい。めっちゃいい。大変そうっすね、これ。これはね、大変です。そうですよね。うん。落差がさっきよりあるから。そうそうそう。4つ。4つ。次、5つが。5つが細かいやつ。これは、はいはい、今までね、結構、うん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 、同じ出し方で、はい、音程つけてたんです。うんうん。でも、はい、結構、個人的には違う出し方。おぉ。になってまして。はい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 。いきますね。気になる。うわーうわ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 、なんか、水みたいな。
そうなんですよ。音する。でも、水じゃないんです。水じゃないんだ。確かに出方違いますね、なんか。出方違うし、あの、音量がさっきのより抑えられるから、はい、結構私は卓録とかしなきゃいけない時に使ってます。なんか、息抑えられそうですね、それ。そうなんですよ。長持ちしそう。長持ちします。なるほど。ゴツ。はい、ゴツ出たから、で、次がなんか、特殊なやつ。特殊なやつ。いくってことですかね。特殊なやつはまあ、はい、ピッグですね。ピッグ。ピッグ。はいはいはい。よく言われる。よく言われます。豚さん。豚さん系。豚さん系。はいはいはい。ブイー。今のがピッグですね。ピッグです。豚です。低いけど、これガテラルとちょっと似てますけど、うん。やっぱこう鼻ですよね。鼻をちょっと入れるっていうか。うん、そう鼻から。うん。うん、そう、うん。うん。うん。それマリオのやつですね。そう、でもマリオも大事ってことですね。で、次が、はい、ホイッスル。お、出た。ホイッスルは、ホイッスルは、これは、はい、マライアキャリーになりたかった時に習得したホイッスル。すげー。うー、これ綺麗なやつですね。そうですね。歪ませてるイメージもなんかいつもありますけど、うん、そうじゃないのもあるんですね。一応あります。へー。まあでもライブではやっぱ歪ませの方がよく使うんで、うん、それが3つ目。歪ませホイッスル。いきます。はいはいはい。うぃーやっぱこれ。これやばいっすね。これ一番やばいかもしれない。歪みホイッスルです。必殺技ですね、これ。そうです。かなり。かなり。そうですよね。フェスとかでこれやると、うんうーってなるんですよ。確かに。人が。人がね。恐れおののくやつ。そう。人を恐れおののかそうとしたときに、なるほど。やるのはいいし、いいですね。あと、そういうときありますからね。こう、うん、なんか怖いことがあったら、はい、この声を出せば、はい、私の方が怖いんで。確かに。撃退ですよ。撃退できるかもしれない。次がグラデーションです。はいはいはい。グラデーションですね。今流行りの。はい。グラデーション。うわー滑らかにいきましたね。はい。すげえ。これ4つ目。グラデーション。グラデーション。おしゃれなやつ。5つ目。はい。逆グラデーション。そうですよね。低いから高い。なるほど。いきます。はい。うーおー綺麗っすね。これ、どっちのがこれやりやすいんですか？日により。あ、日による。日替わり。曲により。あー、はい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 。曲により綺麗ですね。って感じですね。綺麗ですね。ホイッスルを、はい。シャートにねじ込むっていう。おやつです。出た。はいはいはい。はい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 。頭でホイッスル入れるパターンです。そうなんですよ。これは、フレーズによっては結構使えますよね。うんうんうん。これ衝撃でかいっすよね。ね。そうなんですよ。これを突然やると、これも、脅かす系だ。そう、脅かせるんで。確かに。6つ。6つ。次が？次が7つ。7つは、うん、皆さんご存知の、でぃはい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 。はいはいはい、ブレアってやつですね。ブレアブレアってやつです。ブレアお、うまい、ここがいいですね、最後の。最後の。これ定番ですよね。定番。まあ、パスコードではやらない。いや、やる、やってしまって。手癖が。以上ですかね。以上。え、じゃあ、めっちゃ出ましたよ。数えていいですか？数えましょう。数えましょうか。じゃあ、ローから数えてみましょうか。で、これ6個。6個。ローで6個。ロッツ。ロッツー。ロッツです。ミドル。バキナポデビンロー！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 ディスコネーテンボーイ！ゴツ。ゴツ。ゴツ。11ですね、今。ですね。で、ハイが。うわーうわーうわー !You better get a fuck off! うわーゴツ。ゴツ。16つ。16つですね。で、特殊が、ブーイヤーイヤーイヤーで、7つ。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 7つです。だから、数えると6つ。
5つ6つ11つでしょで16つでしょだから23つ。すげえ、宣言通りじゃないですか。絞り出せました。はい素晴らしい、絞り出しました。まあもしかしたらまだあるかもしれないですけど、うん、一通り出していただきましたんで、そこ知れぬ実力の持ち主ということが、まあ改めてですけど今回の動画でお分かりいただけたんじゃないでしょうか。いや、こんなエミリーさんの属するパスコード、はい、素晴らしいグループでございますが、情報等々概要欄に、記載させていただいております。あと、チャンネル登録と、グッドボタンもしよろしければお願いいたします。というところで、ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。